いやみんな、どうもこんにちは。お久しぶりです。くんひろです。いやー、挨拶がしない実況が多いですね。最近はね、まあ一気に撮ってるから。そしてエピソード13来ました。もう何これ。チミ、毛量、漢字が読めない。最後の戦いに向け、ユイが封じられた塔に挑むキルトたちの前に、一体の黒いゴースト。いや、塔で待ちはだがるかと。あの、でっけえボス以外にも待ち受けとる。さあ、ニーベルハイム来ました。なんか、え?こんななんかさ、氷山みたいなついてたっけ?え?羽生えてね?なんかもうすべてがおかしいぞ。ようやく、ここにたどり着いた。ゆいちゃん、もうすぐ助けに行くからね。大きな塔が見えるね。確かに、前までスバルトエリアの荒野にはなかったよね。あんな巨大オブジェクト。それに、ずいぶん景観も変わってるのね。ちょっと不気味だわ。こんなところにずっとゆいちゃんを閉じ込めておくわけにはいかないよ。ああ、行くぞみんな。ここからが本番だ。さあ、俺らの戦いはまだ始まったばかりだ。なんかさ、やっぱ瓦礫だらけになってるね。前もうちょっとさ、白かった。あ、いた。うおー。え、何この残像。消えろ、バベルの願いにあだなす者たち。うわ、完全に悪だこいつ。バベルの命により貴様たちを撃つ。なんか最初に帰ってきた気分だね。さあ、いきなりか。出たな、ロータスのゴースト。でもなんだか様子がおかしくない？まあ、ゴーストというよりはまた別だね。ああ、残念ながら自我というものがなくなっているようだ。なるほど、そういうことか。バベルにコントロールされてるということか。そっちの方がありがたいわ。本物の黒雪姫のように振る舞われると正直戦いにくいから。多分最初は違ったんだと思います。春雪先輩ならたとえゴーストであっても絶対にバベルの命令に従ったりしない。だからバベルはゴーストの AI をいじって強制的に言うことを聞くようにルール付けしたんだ。はあ、そしたら結構バベルやべえな。僕にはそれがわかるんです。だって先輩がそんな非道な行為に手を貸すはずがないから。春雪君、しもべの想像は正しいようです。あの者は精神を相当改変されている形跡があります。マジで?ひどいこと。いやー、俺が思ってたペルソナバベルの中身違うかもしんねえ。俺が思ってる人はそんなことしないと思うんだよね。貴様たちの死、それが我が使命。もう完全に偽ブラックロータスって書いてある。残念ながらそれを認めるわけにはいかないな。お前には引導をくれてやる。さあ、かかってこい。畜生、これブラックロータス入れてこりゃよかったな。もう最近ね、このメンツなんですよ、お決まりのメンツ。さあ、まずは姿と戦うのはやりづらいな。つまらんな。小防御下げて、まああとはね、これ、あ、こいつもダメージゼロか。そんなもの、いや、いけるな。そんなものか。せい、やっ、つまらんな。つえつえつえ。スターバーストストレーム入れちゃう。最近はまだ楽になったが、私は自分のことがあまり好きではない。だからお前の姿を見ると虫図が走る。ならば消えるがいい、愚かなる黒の王よ。せい、せい、さあかかってこい。これいけるかな。この1回の防御ダウンでいけたらいいな。あとね、回復アイテムがっつり積んできたから、多分ラスボスはいける。あとレベルもね、上げてきました。レベルはね、今キルで180ぐらいかな。じゃあ180とかちょい上じゃんな。280ぐらい、結構上がったでしょ。さあ、これでスッキリとね、もう今日このパートで終わらせる気で俺いるから。そんなものか。おら、どうした、動きが悪い。そんなものか、お前。黒の王の力はそんなものなのか。ニビラス黒、私は、お、先輩戻ってきてる。
どうやら勝負はつきそうだな。もう一人の私。お前はバベルに騙され、バベルに従った。何、何を言っている。私はお前と共に使命を全うする。全力で私を殺せ、黒の王。はあ、分かっているのに、偽物だって分かっているのに。先輩、このすまねえ春雪。これでやっと楽になれる。いや、なんかめちゃめちゃ辛そうだったんだな。てか辛そうだったね、最後は。終わったな。いや、複雑なのは本人だと思うけどな。正直後味の悪い戦いでした。そうね、もう二度とごめんだわ。そのためにもな、ペルソナバベルをやると。僕絶対にバベルを許しません。ゴーストとはいえ、実在の人間たちの気持ちをもてあそぶなんて許しちゃいけないんだ。ああ、そうだぜって言いてえとこだけどな、春雪。お前、私のゴースト倒すときと黒雪のゴースト倒すときでテンション違いすぎだろ。いや、いいとこに目つけたね。確かにそうだわ。だって2個のゴーストは遠慮なく僕たちにぶっ放してきたじゃないか。先輩のゴーストは全然感情がなくて、まるで機械人形みたいで痛々しかったんだ。アンドロイドってやつだな、春雪くん。うるせえ、この手のひら返し野郎。ニコは手のひら返しされたから怒ってるんじゃない、嫉妬してるだけ。豚野郎に嫉妬してんじゃねえよ。なわけあるか。顔赤いの可愛いじゃねえかよ。オーブを手に入れたぞ、ネガネビラス。これで7つ目か。いや、いいね、漆黒のオーブ。七王とはみんな戦ったから、きっとこれで最後のオーブだね。やったね。みんな気を抜くのはまだ早いぞ。おっと、そうね、この後にあの巨大モンスターが控えてるんだから。もうお疲れだよ。ああ、今度は絶対に倒してみせる。来たよ、オーブはもう全部レギオン名統一って感じかな。さあ行くぞ。来た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 。もうここは倒さんとばかりに、そして弱点と言わんばかりのこの腹のなんかおへそみたいなやつ。あとは、あとは微妙だな。相変わらず凄まじいプレッシャーだな。硬そうだな。ああ、だけど俺たちはここで負けるわけにはいかないんだ。もちろんだ、キリト。あれからいろいろな戦いがあった。俺たちは強くなった。仲間もこんなに揃った。絶対にこいつを倒してユイちゃんを助け出してみせる。さあバトル開始か。うお、でけえ。ちょっと待て、でかすぎだろ。ギーン。あ、やっぱここだ。350か。危険ことねえだろ。こいつ ALO の世界観っぽくないの。確かに。そうだね、確かに全然違う。まるで SF もののモンスターって感じ。バベルが従えてるってことは、ブレインバーストのモンスターとも少し違うのかしら。これでどう。やばい、赤くなってきてる。まずいまずいまずい。これで決めるわ。アスナ死ぬと結構いっぱいなんだよな。コネクト。これでどうだ。いける、全力でいくよ。よいしょ、いい感じで入ったんじゃない。離れた方がいいかな。やばいか、ちょっと離れる。怖いね、怖い怖いね。うわわわ、何これ、合唱。まさかの合唱。うわわわ、上から降ってきたのか。やべやべやべ。ちょっと待って、これ効くかな、防御ターン。多分効いてくれ。でももうゲージ1本減って、おお、効いたじゃん効いたじゃん効いたじゃん。これならいけるぞ。あ、やべ、アスタ死んだ。まずいか。頼むぞ、シルバークロー。アスタの回復を願う。ナイス、お前仕事できすぎ。え、頭もこんにちはしたぞ。なになになに、うわ次上か、そんな感じ。でかすぎてもうわけわかんねえもん。おお、ガードされとる。
おお、怖い、なんか怖い、めちゃめちゃ怖い。はい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 、入れる、はい。あー、なんでそのベゾルの、カモンカモンカモン待って、他の、ちょっと待って、ペシンペシンやんねん、ほら、ラスボス感はないよね。大丈夫かこれ、魔法とかめっちゃ打ってるっぽいけど、ちょちょちょ、おいおいおい、あ、うまっ、おわん、やばい、死ぬ、ぐーほー、もうまるでハエのようにやるんだな。あ、手もやれるんだね。そうか、みんなこっちやってんだ、だから来ないんだ。ちょっと待って、回復しっかりしとこう、回復入れとこう。いやー、敵に狙われないようにしたいな。この手厄介よね。おいしょ、あんまり硬くなさそう。ではあー、いけそうだな、いけそうだけど、チャチャが入ってくるな、やばい、アスナがなんかちょっとシュールだよね、この手がさ、パンパンパン、ハエ叩きみたいに動いてる。ちょちょちょ、痛え、ここ倒す必要あるかこれ。ちょっと待って、こっちのが強くね、こっちのが手強くねえか、マスの本体は。まずい、死んだ、だよな。でもこれをやらなきゃ、うーん、な気がするな。おお、ぶっ壊れた。そうか、壊れるんならいけるな。結構さ、機能停止ってだけの時もあるじゃん。これぶっ壊れるならやった方がいいな。しかし待って、当たらねえな。近場のやつ1本壊して、うわやべべ、近場のやつ1本壊して、それで顔攻めるかも。うん、ガッツリ減るね。うん、全然効いてるわ。さあ2本目いったれ。オッケー、これあれだな、全体にかかるのか、もしかして。おおおお、超いいじゃんそしてこのもうちょいでやれるやつが残ってる。距離感がつかめねえな、これでかすぎて。よし、これでいけるだろ、頭ねえ。なんか狙われてんだよな、ちょいちょい、なんかプロミネンスみたいなやつで。さあ顔面いくぞ。もうちょっとアスナ復活させてからやりたいな、スイッチを。あー、でも来ちゃってるね、こっちね。もうスイッチ打っちゃうか、じゃあスイッチ、おい、あ、外れる。あ、これスイッチ効かねえのか、マジか。でもこいつね、ボス多分ね、ラスボスじゃないんですよ。あー、多分みんな分かってると思うけど、ラスボスじゃない。だってさ、こんな弱いわけないじゃんね。で、負けたらやばいけど大丈夫、今度は負けないわ。来た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 、スイッチ来た。いや、これで決める。よいしょ、コネクト、よいしょ、いける、よい、コネクト。さあ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 、アスナのコネクト間に合わねえ。これ全体回復入れときたい。で、で、でだ、もう一個腕なかったっけ。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。これでどうだ。次はうまくやるさ。さあ、いったぜ。まあ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 、このデカブツ系はね、割と作業系のとこあるからな。やったね、キルト君。しゃー、撃破だよ。ああ、みんなに感謝だな。さあ、塔は目前だ。最後の試練があるか、まだ。さあ、どうなる。入り口を封印されたままか。ここも多分オーブはめるんだよな、キリト君。でもあの光、今までの解除コンソールにあったものと同じだよ。やっぱり塔の封印を解くのにもオーブが関係していたんだよ。数は7つ、七王のゴーストが持つ全てのオーブが必要だったんだな。よし、封印を解くぞ。さあ、ゆいちゃんは無事なのか。そして最後に待ち受けるのは、お、0001番、バベルの塔。まさかダンジョン形式か、これ。うわー、これえぐい。
これはしんどいぞ。バベってるぞこれ。ちょっと探索しつつ行きましょうか。まあだいぶカットはすると思いますけども、ちょいちょいと探索しましょう。なんだかおかしな空間だな。ダンジョン名はバベルの塔。バベルの塔。おお、一万円じゃん。先輩、あの、春雪くん、君も気づいたか。なんだ。キリト、アスナ。まさか。どうした、黒雪。我々バーストリンカーの中に虚無を扱う者がいる。虚無。この世界には来ていないが、そのバーストリンカーの体内では時間経過がなく、自身の感覚すら消える。その中で過ごすことで周囲の時間を感じることなく、いくらでも時間を飛ばすことができるのだ。相当なやつだな。それはお前たちにとってはかなり大きな力なんじゃないのか。はい、現実世界から加速してバーストリンクする僕らにとって、その力は脅威です。待ち伏せという行為ができてしまうので。もしかしてこの塔の空間がそれなのか。ああ、すでに効果は消えているが、同様の感覚を覚える。おそらくこの塔は封印することによって内部が虚無の空間となる。封印された瞬間にゆいちゃん自身の時間は止まっていたということになるんだね。ゆいちゃんは、はあ、もう本当に封印だね。保存されてた。なら都合がいいぜ。パパママ待ちくたびれましたってどやされなくて済むからな。そうだね、ポジティブシンキング。最後までです、ポジティブシンキング。まあ最初の方はちょっとねシュンってしちゃったけど、今はだいぶ、おお、見て、ほらこれ敵が、ほらこれだよ、敵がこれで通じる、これ。まあこいつら放置な。で、他のギミックとかなんだろう。とりあえず多分これ上乗って渡ってくって感じかな。かな、特に宝箱とかはないね。まあレベル上げとか素材集めに来る可能性はあるな。で、これ上行くためにはどうするんだ。これか、このボワンってなってるやつ、これに乗ると。乗れねえぞ。乗れるかな。あ、いけるね。で、おお。なんかす、ああ落ちちゃうの。はい、いけます。ほい、こういうことか。で、それをついていくと。で、はー、てしねー。ちょっとこれでいけないかな、試してみよう。あ、無理だ、ちゃんと壁になってんだ。うわ、いやらしい。行けそうでいけない、この感じ、いやらしい。見えそうで見えない、あの感じと同じだ。そそるね。わー、うわ、向き変わったぞ。なんだこれ。なんだったんだ今のは。そういうこと。うむ、天地が変わっているな。やば。この空間では様々な方向へ重力が向いているようです。迂闊に飛び回ってはいつまでも同じ場所を行ったり来たりすることになりますよ。そういうことね。一筋縄ではいかなそうだな。待って、どうなった今これは。この下のなんかさ、レールは関係あんのかな。これはどうなる。やってみよう。おー、はい、同じとこに戻されたわ。あ、これ登ってきたとか、さっき。なるほど、なるほど。え、間違えるとそうなると。うわー、これめちゃめちゃ厄介じゃん。さあ、ゴールっぽいとこまで来たぞ。うおー、ゴールだねこれね。一応所要時間15分ぐらいでしたね。いや、これゴールでしょう。てかキリトたちがねついてこないんですよ。こういうステージキルトでついてこないからね、困っちゃうんだよ。ここは、あ、来た。そーい。いや、まあ、まずはね、まずはお茶濁しましょう。お前、どうしてこんなところにいるんだよ。まさか怠慢じゃねえよな。やっぱりゴーストとかってわけじゃないんだよな。ああ、春雪くんがあれだけ真剣に対峙しているところを見ると、ただのゴーストとは思えない。クロウは最も
クロムディザスターと向き合ってきたバーストリンカ、あれは最下の鎧そのもの、それだけははっきりしている。そうか、ユイちゃんの元にたどり着くための最後の戦いだね。え、マジで？春雪くんには辛い戦いかもしれないけど大丈夫です、アスナさん。え、ラスボス？ラスボスなの？あいつがこうしてまた戻ってくるって言うなら、僕は何度でもこうしてあいつを止めなきゃならない。いえ、止めてやりたいんです。迷いは晴れたか、クロウ。はい、よし、行くぞ。ユイ奪還作戦のラストバトルだ。うん、しゃあ、逃れられない運命ってやつだな、これな。400レベルだった。クロムシダスター、400はやべえ。お前が何度でも出てくるなら、何度だってお前を止めてやる。クロウはああいうが、正直何度も出てこられるのはごめんだ。確かにな。最下の鎧の復活劇はいい加減終わりにしてほしいものだな。いや、無理は禁物よ。お、これ勝てるぞ。めちゃめちゃ減らせる。もう2本。おいけるいけるいける、このままいけるんじゃないか。下手、うわ400にスイッチでいけるじゃん。おお、これいけるね。ってことはもう一回スイッチやれば勝てるな。ちょっと待って、これで決めた。やべ、会話は特になさそうだね。よし、じゃあ行きましょうか。スイッチ、おお、まだある。会話グラだけか。しいプレッシャー。ブレインバーストにはお前みたいな化け物がいたんだな。強い、だが不思議だ。楽しいってか。お前の声にはどこか悲しみが増してる気がするよ。キリトさん、やっぱキリトは他のゲーマーとはちげえな。このグラーだけのね、声を聞き分けることができるからな。さあ、じゃあ行きましょうか。ラストスイッチ使わずに。え、ちょっと待って、そうか、こいつ回復するんじゃん。ちょっと待って、余裕ぶっこいてる場合じゃなかったわ。ちょっと待って、スイッチも打つわ一回削ってここで入れる。よし、来たキリト、カモン。これ多分ね、倒せると思うよ。これ、スキルコネクト。あ、これ頼む、削り切ってほしいけど無理か。みんないけ、みんなけ。よっしゃ、いい、来たい。勝利だよ、やったね。さあ、これが本当のラストだったのか。倒した。第二形態的にはない。クロムディザスターの体がこれの粒子となって消えていく。おお、マジか。あれは消滅したって言えるのか。また誰かに取り付いたりはしねえのか。待てよ、そう、これフラグなんじゃねえか。みんなそれぞれ確認しておいた方がいい。最下の鎧は倒した相手や近くにいる相手に寄生する。これうちらじゃなくてペルソナバベルに。そういえば再び力を取り戻す機会を伺うって言ってたな。 NP、 バーストリンカーはみんな無事。まさか ALO のアバターにも取り付く可能性があるってことはないよね。俺たちはアミスフィアでダイブしてるんだ。さすがにそういう機能はないと思うけど。だよね。ちょっとドキドキしちゃう。怖い。平気よ。仮に悪意を身に宿してしまったとしても、きっとここにいるみんなが助けてくれる。そうでしょ。うん、そうだね。ちょっと待ってくれ。これは？え？お兄ちゃん、どうしたの？オーブをまたドロップしたぜ。え？何？8個目？お。名前はクロムディザスター。まんまじゃん。どういうことなんだ？これで終わりじゃないのか？まだあるのか？それも全部バベルに聞こうよ。そしておしまいにしよう。そうですね。絶対に終わらせてみせます。さあ、まだ続きがあるぞ。ここか、この上か。これ上行っていいのか。いけるっぽいね。おお、いけた。おお、おお、
ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ゆいちゃんいるじゃん。